いつになく8時台にはこのねオリンピック少しいつも静かなんですけど、さすが本日は祭日の活気に恵まれて風もちょうどよくあって真ん中の交通安全はたなびいてます。秋の交通安全運動、明日から交差点に荒川区中立たれることと思いますが、私は奈良の旧交差点三菱の横です。最近は見通しが良くなりました。40年経つ私と同い年の桜の木を、危険だったものを切ってですね、歩道を盛り上がった根によってこう亀裂入った歩道を補修させていただいた8月、そして9月防犯カメラと、成し遂げて、さてと年末に向けて基地局あたりをやろうかと、そういう状態でございます。山本豪雨でございます。理事会の一員になりまして、中からの改革と、中から地域を住みよくすると、理事長のご指導のもと活動させていただいております。山本豪雨でございます。こちらオリンピックでのご挨拶も月に 2、3回となってまいりました。山本豪雨は地域の旗手として、明日は旗は持ちませんが、たすきをかけて交通安全のご挨拶させていただきます。山本豪雨に会いましたら、皆様の方もですね、おーと、豪がいるじゃんと、豪がいるってことは荒川区なんだなと、豪がいるってことは日本なんだなと、そう言っていただけるとありがたいんでございます。山本豪雨の8時ご挨拶、9月下旬のご挨拶でございました。ありがとうございました。